音を怪我して。まさかの大熱唱、そしてこの歌唱力。フィリピンでは売り物のカラオケセットで歌うのはごくごく普通なことだと言いますが、彼女はあまりのうまさにこの人だかり。カメラで撮影する人も。この映像はその偶然居合わせた買い物客が撮影した投稿映像なんです。さらに別のショッピングモールでも。した映像が大手レコード会社ワーナーミュージックの目に留まり、世界デビューすることが決定したんです。ゼリーさんに歌った時の心境を聞いてみると、そのゼンディさんが最も得意としているのが、尊敬するホイットニー・ヒューストンの代表曲 I Will Always Love You です。ジップでぜひ歌いたいとおっしゃってました。本当に素敵な歌声ですよね。上手だって、歌詞見てないもんね。自分の曲のようにもう物にしても。もうどうでもいいバックパック下ろそう。あれがいいんですか、うん、買い物に来たって感じで、プラッと来てプラッと来た感じがもう本当に素晴らしいですね。実はですね、同じフィリピン出身のチャリンさんも YouTube の動画で歌っているその動画が話題で、世界デビューしたんですよ。この曲ピラミッドデビュー曲なんですけど、もうね、原石を超えてるよね。本物がいましたみたいなところがあるよね。これフィリピン人だもん、チャリス。これがデビューですね。近いうちに日本でも聞けるかもしれませんね。ぜひお越しください。はい、今日はフィリピンの乙姫ジェンディーローズさんをご紹介しました。